今回の動画は制作の経緯がちょっと特殊でして、早朝に GCSIM のディスコードコミュニティに寝ぼけた質問を投げて自己完結していたら、まさかのデベロッパーの方に当チャンネルが認知されていたようで、話の流れで GCSIM の解説動画を作ることになりました。どうやら日本ユーザーも爆発的に増えているらしいので、いい機会かと思います。というわけで当チャンネル初の海外の方からのご提案によるプラスシリーズ、GCSIM 解説会、お送りします。早速見ていきましょう。GCSIM は私の最近の動画でも使っている、原神のチーム DPS シミュレータです。チームの総 DPS から火力や出場時間の分布、元素反応の数やエネルギー生成量まで幅広いシミュレーションが可能で、従来の期待値による火力分析よりもさらに現実に近い DPS のイメージが出せます。DPS の可視化という分野において、現時点では頭一つ抜けた性能のシミュレータですね。ただし高性能だということは考慮しなければならない要素も多いということ。ちょっとしたコーディングが必要ということもあり敷居は高めです。そこで今回はこの超高性能シミュレータをある程度使いこなすために、コードなんて書けないよ、という方にも使えるように、使い方をできる限り噛み砕いて解説していきます。なお、私もこのツールを使い始めて1ヶ月といった感じですので、改善点や勘違いがあれば振るって指摘していただけると幸いです。さて、何はともあれ編成がなければシミュレーションは始まりません。概要欄に GCSIM のウェブアプリへのリンクを貼っておきましたので、早速リンクへ飛んで編成を作っていきましょう。シミュレーターのボタンを押してチーム情報を入力していきます。アット、キャラクターのボタンを押すと検索ボックスが出てくるので、キャラクターの英語名を入力します。概要欄に貼った Excel シートに早見表がありますのでご活用ください。検索で出てきたキャラクターの名前をクリックすると、画面にキャラクターが出てきます。なおキャラ右上のバツ、ボタンを押すとキャラが消去できます。これを4人分行い、4人編成を作りましょう。編成が完成したら次は装備を入力します。先ほどの画面からキャラ右下の鉛筆マークのボタンを押し、装備編集画面に移ります。まずはキャラクターに関する数値の設定。左上から突破、レベル、突数、テンプレベルです。特段こだわりがなければ上から6、90、任意の突数に設定し、テンプレベルはすべて9に設定しておきましょう。国生メインズで標準的に使われている数値です。入力が終わったら一つ下の段。武器と生物に関する設定です。武器アイコンの下にあるチェンジ、ボタンを押すと、キャラと同じように検索ボックスが出てきます。武器名、生物名も先のシートに早見表を置いてありますのでご活用ください。武器の隣にある数値設定欄は上から精錬ランク、突破、レベルになっています。こちらも特段こだわりがなければ上から任意の精錬ランク、6、90に設定しましょう。さて、武器の設定が終わったら次は生物です。アット、セットボーナス、ボタンを押し、セット効果を設定しましょう。4セットで使う場合は4にチェックを入れれば4セットとして認識され、締め縄剣闘士のように2セットずつ採用する場合は、2種類追加してどちらも2にチェックを入れればそのように認識されます。最後は生物のステータスを入力します。対応しているステータスは、左側が上から HP 実数と HP パーセント、攻撃実数と攻撃パーセント、防御実数と防御パーセント、元素熟知、元素チャージ効率、回心率、回心ダメージで、右側が上から与える治癒効果、炎元素ダメージ、水元素ダメージ、氷元素ダメージ、雷元素ダメージ、風元素ダメージ、岩元素ダメージ、物理ダメージです。なおここにはメインオプションとサブオプションを足した数値を入力します。ここはキャラごとに大きく異なるので標準となる数値はないですが、サブオプションに関しては国生メインズのプエンティフィクスドサブスタッツという基準を使います。この上から生物のメインオプション5つを足していけばいいわけですね。例のシートに書いてありますのでご参照ください。攻術するアドバンスドモードで分けて記述することもできますが、比較的複雑なコーディングが絡むことから万人向けではないためここでは割愛します。ここまで入力したら段、ボタンを押して確定すれば編成編集画面に戻ります。
あとはこれを4人分行いましょう。完成したら次はローテーションを作ります。さて、キャラ情報の準備ができたのでローテーションを変えていくわけですが、ここからはコードを入力する必要があります。割と簡単なのでご心配なく。まずは初期設定をします。アクションリストの中にある文章の先頭に1行追加し、オプションズモードイコール SL セミコロンと入力します。文章の末尾のセミコロンはこの命令はここで終わりという意味を持つ記号なので、何があっても忘れず入力しましょう。この入力忘れがエラーの一番の原因です。この1行は上から順番に入力した行動を実行していくモードにするという意味で、こちらも入力しておかないとエラーになります。初期設定が終わったら次は仮想の敵の設定です。特段こだわりがなければ、ターゲットレベルイコール100レジストイコール 0.1 セミコロンと入力します。これは、レベル100で耐性が全て 10% の敵を1体追加するという意味です。この文を2行入力すると敵は2体になり、3行入力すると3体になります。さて、敵を追加したので仕上げにエネルギー関連の設定をしましょう。エナジーエブリーインターバルイコール480カンマ720アマウントイコール1セミコロンと入力します。これは480から720フレームに1回無色オーブを生成するという意味です。現実の戦闘では敵の HP を一定数削ると無色オーブが生成されますね。これを国勢メインズの基準に従って再現するのがこの文というわけです。さて、これで初期設定は終わりです。なおこれらの文はコピペして使えるよう、概要欄にコピペ用コードへのリンクを置いておきましたので、ご活用ください。さて、それではローテーションを作っていきます。まずは先ほど作った編成の中で、どのキャラからローテーションを始めるか決めます。今回はライデンナショナルを想定するので行く秋としましょう。アクティブシング中セミコロン、と入力します。これで行く秋がフィールド上に立っている状態、になります。ここから実際のローテーションを変えていきます。基本はキャラ名動き、の形で入力していきます。通常攻撃ならアタック、銃撃はチャージ、スキルはスキル、爆発はバースト、という風に、動きも特定の書き方で書く必要があります。なお対応量は例のシートにあります。このまま次の動きに移ることもできますが、キャラを変えなかったり同じ動きをしたりする場合は、まとめて書くことができます。同じキャラで別の動きをする場合は、キャラ名動きカンマ動きに、という風に、動きをカンマで区切ることで連続して行う動作を指定できます。例えば行く秋で爆発、スキルの立ち回りをする場合は、シング中バーストカンマスキルカンマスキル、という風に書きます。同じキャラで同じ動きをする場合は、キャラ名動きコロン回数、という風に、動きの後にコロンと回数をつけることで同じ動作を連続でさせられます。例えば行く秋で通常5回の立ち回りをする場合は、シング中アタックコロンを、という風に書きます。クールタイムが発生するような攻撃でこの指定方法を使うと、クールタイムが終わるまで律儀に待って何もしなくなるので注意しましょう。この調子で最後までローテーションを書き、リスタートセミコロン、で締めます。最初に戻るという意味ですね。さて、ここまで書いたらラン、ボタンを押してシミュレーションを開始します。しばらく待つと計算された DPS とボタンが2つ出ます。C Results in Viewer が詳細を見る、という意味で、Close は閉じる、という意味です。とりあえず C Results in Viewer、ボタンを押して詳細を見てみましょう。C Results in Viewer、ボタンを押して最初に出るのがこの画面。一番上がキャラと装備の詳細、その下が当チャンネルの動画にも出てくる DPS グラフです。グラフの下に書いてある数字が編成の総 DPS となっており、敵が複数いる場合は各敵へのよダメージの内訳も表示されています。その下の円グラフ、左側が DPS の内訳、右側が出場時間の内訳です。さらにその下の棒グラフは、左側が元素反応の数、右側がエネルギー生成量です。ひとまずこの画面で編成の DPS がどのように出ているのかが把握できるというわけですね。閲覧モードでは画面左上でタブを切り替えられます。サマリーが現在の DPS などが表示されている画面、ディテールズはさらに詳細な内訳、コンフィグはシミュレーションのコードが表示されます。デバッグはシミュレーション上で何が起こっているのかを詳細に把握でき、
問題が発生している場合は原因を特定するのに役立ちます。シェアは共有です。自分が作った編成へのリンクを作れます。現在は7日間保存されるようです。シミュレータに戻りたい場合は一番上のタブからシミュレーターをクリックします。さて、基本の使い方としてはこれで一通りお伝えできました。あとは自分で考えた編成を試してみるもよし、Teams DB、タブから最適化されたチームを閲覧するもよし、慣れてきたらアドバンスド、モードでもっと詳細なシミュレーションをするもよし、使い方次第で考察の幅が大きく広がる強力なツールです。一応公式の Wiki や GitHub ページ、Discord へのリンクを置いておきますが、こちらは英語の記事、コミュニティとなっていますので、質問などある場合は私の Twitter に DM やリプで投げてくださっても大丈夫です。YouTube のコメント欄は最近 AI によるスパム誤検出での削除が相次いでおりますので、確実に返答できる Twitter に投げてくださるのが安全です。というわけでこの動画が皆さんの考察の一助になれば幸いです。それでは。